含める痩せたウサギの赤い瞳が光った金網越し狭い檻の隅握り拳ぐらいの塊私見ていたミイラみたいな人参一つもっと美味しいご飯をあげるもっと綺麗な住みかをあげる待ってていつもペットショップの店先ガラスに花をつけて話した一人しゃがみ込み泣いてる君